はい、こんばんは、錦の工房です。カードで作るシャドーボックスの仕組みと構造のお話という動画になりますね。珍しくこういう動画をちょっと出してみようかなと。それでね、シャドーボックスっていう、まあ僕がよく立体カードって呼んでるんですけど、そういうものにね、興味を持っていただけたらなと思い、この動画を作ることにしました。それではよろしくお願いします。はい、この回シリーズ化するのかな、どうなんだろうといったところなんですが、今回はシャドーボックスの仕組みと構造のお話ということで、まあ、シャドーボックスがどうやってできてるのとか、どうやって作るのといった疑問を持っている方に、まあ、おすすめできる動画になっているんじゃないかなと思います。はい、これはキャタピーね。普段遊戯王で作ってるんですけど、ずっと前に東京で講座会っていうのを開いて、でその時にまあ買って余ってたのをね、このキャタピーを5枚使ってシャドーボックスを作っていこうと思います。さあ、シャドーボックスの仕組み、簡単です。イラストがあります。このイラストを奥の方から手前に向かって徐々に重ねていく、パーツを重ねていくっていう、ただそれだけなんですね。本当に簡単です。それを説明するためのこの磁石がねあるんですけど、そのためのキットをちょっと30分ぐらいで作ってきたので、それをね紹介していこうと思います。はい、さあまずイラストを見ていきましょう。ぐーっと虫が苦手って方ごめんなさいね、僕が謝るのがちょっとどうかと思うんですけど、キャタピーがぐーっと近くに来ますと、さあ一番奥のイラストどこでしょう。キャタピーかな、この森かなっていうふうに考えていくんですが、まあ一番奥ってどこだろうっていうふうに考えるよりかは、まあキャタピーより奥の背景もあるよね。ここからもっと後ろの層がないかなっていうふうに見ると、この一番奥の空、この部分が一番奥の層というふうに分かります。で、だいたいこの1層目っていうのは何も加工せずにこれで完成です。さあ次の層はどこか、ここだね。ここのギザギザしたこの山みたいなとこが次の層に来るよねっていうことが分かります。ということで、ドーンと、もうすでに切ってあります。それを重ねていくとパチッとこんな感じに重なるわけです。はい、さあその次の層はどこか、左の葉っぱかな、キャタピーかな、それともこの右の葉っぱかな、といったところなんですが、さあ右の葉っぱより下がキャタピーっていうことがわかるよね。さあキャタピーより下はないかなということ、そうイラストを見るとわかるんですが、実は左の葉っぱキャタピーより下に来てるっていうことが、ここが重なっていることでわかるんですね。つまり3層目はキャタピーではなく左の葉っぱということになります。それをドーンと重ねてあげると、さあ次はキャタピーが次の層になるわけですね。本体がもう切ってあります。それをパチッと左の草に重ねるように貼ってあげると、こうして本体が来ます。さあ次の層はというと、この右の葉っぱですね、ギザギザした葉っぱですね、それとまあ一部ちっちゃい葉っぱ2つと、それが次の層にパチッとはまるわけです。で次の解釈なんですが、まあ、ここは人それぞれまあ違うんですけど、この枠と
一番上の層をくっつける人もいるんですが、僕の解釈では、枠組みはもう別物として考えているので、これを5層目にいつも持ってきます。よく枠組みって言われるやつですね。それをパチッとするとあら不思議、シャドーボックスの完成です。はい、こんな感じでシャドーボックスって作られるんですよ。普段僕が作っているシャドーボックス、ちょっと最新作見ますか、がもうガンガン極めちゃうとこんな感じになるんですが、もう丸みもつけて形を作ってっていう風に、でレジンでね水の流れを再現したりとか、もうガンガン角度をつけたりとか、もう極めるとこういうことができます。じゃあここまでしないと綺麗にならないのかと言われますと、そうではなくて、逆に最初はねこういうなんか派手な加工とかはしない方がいいかもしれないです。うまい下手っていう基準はないんですが、まあ、ある程度必要な加工というのがございまして、この断面、切った後の断面、この断面をきれいに、その切った後って、また次の動画で解説しようと思うんですけども、切った後の断面ってめくれるんですよ。ちょうどこのヘラみたいな感じで、これがカードだとして、切った後断面がめくれるんです。それを慣らしてあげるよっていう作業が必要になるわけですね。だったり、断面のこの白い汚い部分が見えてしまうというので、黒ペンを使ったり、水性の黒ペンを使ったりと、こういった作業が必要になるわけですね。今回その作業を省いてるんですが、まあそれをするだけでも十分綺麗になるので、これができるだけでもうまいか下手かの境目が、そこで分かれます。これだけでも、なんかそんなに綺麗なのとか、飾ってて楽しいのって思うかもしれませんが、これだけでも十分綺麗です。そう。一回作ってみるとわかるんですけどね。写真と動画だと全く伝わらないというのがあるんで、ちょっとね。これだけだとちょっとわかりづらいですが、はい。一回作ってみることをね、本当におすすめしてみます。はい、シャドーボックスって本当にこれだけなんですよ。たったこれだけの作業。で、モンスターをもうもっと立体的に、もっとリアルにしたいってなったら、ここの層をもうどん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 パーツ分けをしていって、重ねていくと、それっぽくなるというわけでございます。はい。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。ということで、講座、シャドーボックスの仕組みと構造の話ということでね、ほんとワンポイントワンポイントの動画になってしまいましたが、はい、これか、まあここからはちょっと余談になるんですが、そのなんだろう、なんか上手い人を見て落ち込むっていう人、落ち込んでなんかやめてしまうっていう人がすごく多くて、なんかすごくもったいないなと思ったので、僕もその今まで200作品ぐらい作ってきて、まあそれなりというか、まあかなり努力して、まあここまでになっているんですね。で、そういう人とか、まあツイッターでねちょっとバズったりとか、そういうの人を見てちょっと嫉妬してしまうとか、なんかもうやる気失せたとかいうのってすごくもったいないなと思うんですよ。自分が100個作ってるのに一向に自分が成長するポイントが見つからないとか、まあそんなことありえないんですけど、本当に成長してないっていうんだったら多分ね落ち込むっていうのは分かるんですけど、他人を見て比較して落ち込んでしまうっていうのはすごくもったいないことなので、なんだろう、そこをね、こういうこれだけでも十分楽しいんだよっていうことを、まあ教えて
行こうかなと思って作った動画なんですよ。といった風に、まあ作り手、最初僕もそういう嫉妬とかさ、なんかこう何うまくなれない、うまくなれなくてなんかイライラするとかも嫌になっちゃうっていう経験を何度も何度もしてきたんですよ。イラストを描いたりとか、まあギターだったり音楽だったり、まあスポーツだったりなんだったりで、まあいろんな経験をしてきたので、そういう気持ちはすごくよくわかります。で、そういう悩みにぶつかった時にどうしたらいいのかっていうことを、まあ教えられる今自信が結構あるので、そういった、なんだろう、メンタル面っていうのかな、何かを作る上で、なんだろう、ぶち当たる壁っていうのは多分必ず皆さんにも、まあ、待ち受けてくるであろうと、まあ、思ってるんですけども、まあ、そういう時にどうしたらいいのっていうことに、まあ、答えていけたらなと思うので、ツイッターとかさ、マシュマロとか質問箱とかあるので、そういうところにさ、こういうところが辛いんですけどとか、うまくならないんですけどっていう悩みがあったら、いつでもね、DM してくれても本当に構わないので、なんかこういうことで悩んでるんですけどっていうことがあったら、ぜひね、僕に質問とか投げかけてくれたらなと、投げかけてくれたら、サポートできると思うので、もうそういう悩みがね、結構持ってる方たくさんいらっしゃるんですよ。で、なんでそういう風になっちゃうのかっていうと、やっぱり絵描きさんの界隈でも、まあそういう悩みを持ってる人とかたくさんいるんですけど、やっぱりそのカード加工とかシャドーボックス、カードのシャドーボックスの界隈ってまだその世間に全然知られていないっていうのもあって、まだすごく小さな界隈なんですね。で、やっぱりその界隈が小さいから、その中にすごく上手い人がいると、そのすごく上手い人に目がつきやすいっていうことで、なんかこの、なんだろう、同じ界隈にいるのに、なんか自分はこんなに下手でって思ってしまうのがすごくもったいないので、うん、そういう人がたくさん見てきたのでね、その僕の作品見て、あ、真似して作ってみました、でもうまくならない、やめようっていう人が、まあ、多分たくさんいらっしゃったんですよ。まあ、それをもうちょっと見過ごすわけにはいかないなというふうに、それぐらいになってしまったのでね、本当にもったいないよ、本当にこれだけで飾る価値あるよ、うん、っていうのね、そういう知識だったりテクニックだったりっていう以前、うん、テクニック以前に、なんかそういう作り手の持つ悩みとかのさ、そういうところを解消していけたらなって思うんですよね。本当に、なんだろう、他者と比較して落ち込むってすごくもったいないことだし、意味ないのことだと思うので、心理学の話とかも結構いろいろ僕持っているので、まあそういうところをね、うん、解消していけたらなって思うんですよ。あまりその、なんだろう、いい感じの教えるのがうまいお兄さんというわけではないですけどね、うん、はい。まあ今後ともカードの切り方とか断面の鳴らし方とか、そういう専門的な動画をまた別で出していこうかなと、まあ、思っているのでね、その際はぜひ見ていってください。ということで、シャドーボックスの仕組みと構造のお話でした。それではバイバイ。